おはようございます。本日はアメリカ時間で7月5日、これからですねメインイベントの Day1C に出場します。Day1D 出場予定だったんですが気持ち高まりまして本日参戦することにしました。今はですねメインイベント開始の10分ほど前で会場前の通路混雑してます。人が溢れてます。私のこれまでの成績ちょっとおさらいします。まず1年目ですね、メインイベントを Day3 で開催しました。あの時の為替はまだ115円ぐらいでエースキングでオールインして相手が KK で、2年目は Day2 の一番最後にテンズで相手のエーススーツで負けて砂利のようなスタックになって翌日 Day3 の始まってすぐに飛びました。そして去年の3年目のメインイベントはエースキングのトップ2ペアでオールインしたら相手がテンクイーンのストレートで敗退。今年こそはいい結果を残せるように頑張ります。会場到着しました。私はブルーの方で本日プレーします。5万点5万9000、6万点確認しました。Raise 500. Raise 1700.レベル1終わって今45,700ですね。4分の1減りました。単純に考えれば40万円相当です。バインが160万円なので。ポーカー世界大会でいろんな国のねプレイヤーが集まっています。ちょっとね非常に迷ったハンドがあったんですよ。リバーで5が被って相手からドンクベットが飛んできました。4700。これまで相手がですね商談バリューのないハンドでブラフをしてなかったんですよ。商談バリューのないハンドで3パットチェックしてるのをこれまでで観察してて、テンクイーン迷ったんですけど相手がねドロー素振りでリバー突然打ってくるとか、ダブルSOPのメインイベントということでテンクイーンホールドしました。あと3ベッドポットと、中くらいのポットをなかなか取れず減らしております。ただ自分のプレイングとしては落ち着いてプレイできてますね。一発勝負のトーナメントなんで緊張感はありますが、ポットオーバーのブラフも1回成功してます。 150BB 以上あるんでまだまだねこれからです。ゆっくり戦っていきます。これがメインのいいところですね。2時間ストラクチャーでブラインドがあるのがとてもゆっくりなので序盤で減らしても全然焦る必要はないです。2回目のブレイクで4枚数に乗ってきたんです。ディナーブレイク入って41,300点持ちです。
人がめちゃくちゃ多くて、これは混みそうですね。ディナーブレイクはこのフードコートも大行列です。ご飯食べて帰りました。さっきアンダーザガンに AK でスリーベットしたら BB から4ベット飛んできて降りました。あともう一つが A スクイーンスートでスクイーズしたらパッシブなプレイヤーから4ベット飛んできてそれもホールドしました。ちょっと難しくて辛い局面続いてます。最後のブレイク入りました。模試点7万1300ですね。復活しました。減点超えですね。ずっと4万点台の、ね、低空飛行が続いててここでね自分らしさが出てきたかなと思います。1万ドルのメインなんですがもう4回目ということでマネープレッシャーは感じずにプレーすることができてます。結構アグロにスリーベットバンバン打ちまくってるんで分散は激しいプレーなんですがトータルでは増えていくと信じています。さっきとまた同じような状況があってアンダーザガンのオープンにスリーベットしたらまたね BB から4ベット飛んできたんですよ。このシチュエーション2回目でしかも直前のハンドで僕が4ベットしてきた相手にブラフでポットを取ったばかりだったんですよ。その前のね A 金オフはホールしたんですけど今回は A 金スーとハートハートで5ベットオールインしました。相手が長考してホールしたので、まあ、クイーンズとかが本命かなクイーンズとかジャックスとかポーカーやれてますね。今日はラスト1レベルです。終わりました。5万2400で Day 1通過です。少し戻って終わりました。 I was probably 670 off drive. No joke. It's a great move. He's 6'7". He's 6'7". Like, Dennis height. Yeah, he's like, I look down at everybody. Everybody's shorter than me. Tell me what the top of their head looks like. Right? Yeah.
その原点から減らして通過したんだけど、すごい嬉しいことが、あのね、66で一回オールインした時、相手クイーンズ降りたんだって。昇降してで降りたからエースクイーンなのかなと思ったら、そんなにエースハイで昇降しないか、クイーンズか、いや、めちゃくちゃラッキーしたかも。ということで、次はね、Day2でお送りします。まだまだね、こっからですね、こっからが本番です。